公共曲第2番へ単調作品12はリハルト・シュトラウスが1883年から1884年にかけて作曲した公共曲。全曲を通して演奏するのに約42分を要する。ヘタン調公共曲初演から2年後のリハルト・シュトラウス1880年の公共曲第1番に単調 AV69 が未出版のままで。 実質的に忘れられていることから、第2番が番号なしで単に公共局へ単調と呼ばれる場合もある。作品目録では TRV-126 やハンスタイン a i にといった番号が添えられることがある一方、ミュラーフォン・アゾフが編集した作品一覧では編集者独自の整理番号は付けられていない。まだ青年期の作品であるため、 強烈な独創性を発揮するには及んでいないが、楽曲の構成や展開、楽奏の処理に収作めいた未熟さは、微塵もなく、バランスの取れた楽器配置は、来たるべき、還元楽法の巨匠の姿を予告している。また、ベートーベンを筆頭とする19世紀、ドイツ・オーストリアの公共曲作家の伝統を、折中的に統合しながら、 自身の進むべき先を見出そうとする気概も感じさせる。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ1、ティンパに、言語文による標準的な二間編成が取られている。通常の4楽章で構成されているが、スケルト楽章と感情楽章の位置が逆転した、ベートーベンの 第9公共局と同じ学章配置が取られており、第1、第4学章の展開部では、ベートーベン中期からのオマージュが垣間見られる。なお、第1学章の速度記号は、第9公共局と全く同じである。第1学章はレグロマノトロッポ、ウンポコマエストーソ3つの主題による、そなた形式の急速学章である。加工音恵によるクラリネットとファゴットの導入によって、開始され、 1> 第一主題は、クラリネットとチェロの伴奏に合わせて、第一バイオリンとビオラにより提示される。なお、第139小説第143小説は、公共曲第7番の感情学賞に、第193小説第199小説は、英雄公共曲第1学賞の展開部にそれぞれ由来している。最後は静かに集結する。第二楽章スケルツォ、プレスト、 トリオをぼかされた調整感や金管楽器の活躍、軽快で神秘的なテクスチュアによっていかにもブルックナー風に開始する。ところどころで3小節を一つのリズムとみなして、2小節を一つのリズムとみなしてという指示が出るため、表紙は変化していないにもかかわらず、変拍子のような効果が与えられる。一方で重厚でしめやかなトリオは、 ブラームスバリに低音域や中音域を強調している。コーナで、トリオ主題が変異調調で改装され、簡潔な締めくくりに至る。第3楽章ワンダンテカンタービレオトによる詩的な風景画というべき幻想的な内容を持ち、とりわけドボルザークの公共曲の歌謡楽章を連想させる。天面たる叙情が繰り広げられる中、第1楽章から取られた金管楽器のモチーフが、 後部を割り込んでいく第四楽章フィナーレ、アレグロアッサイモルトアパッシオナと第一主題は、トレモロに伴奏されて上昇していく、激した低音楽器の旋律であり、非常にブルックナー風に響く。結末に近づくと、練習番号にしててというのほぼ中間地点で、先行三楽章の回装が行われる。ブルックナーの1873年版のワーグナー交響曲も、 また、修学賞の同様の箇所で、専攻学賞の主題を改装している。なお、第346小説第349小説は、同じ、ヘタン長のエグモント序曲に由来している。主題改装後はへ、町長に転じ、マエストーソから、アレグロアッサイのコーダにより締めくくる。初演は、セオドアトマスの式により、百八十四年十二月十三日に、 ニューヨークフィルハーモニー還元楽団によって上演された。ヨーロッパ初演は作曲者自身の指揮により、1885年10月に行われ、同夜には自作のカデンツァにより、モーツァルトのピアノ競争曲第24番のソロも演奏している。1887年には、ライプツィヒゲバントハウス還元楽団を指揮して再演した。 同年ミラノで指揮した際は、スケルゾ学賞が好評を読んで二度繰り返さなければ、ならなかった。ヨハネス・ブラームスの当初の反応は、わずか二後、全く結構であったという。後にブラームスは、シュトラウス青年に、シューベルトの部局にきちんと目を通すように、また、主題のチグハグさに用心するように進めつつ、リズム面で対比された一種類の三和音を、たくさん積み上げていくやり方は、 何の能もないことを口を酸っぱくして助言した。シュトラウスは自作をいくつか録音したが、本作の録音は残さなかった。本作を録音した主要な指揮者に、ミハイル・ハラース・ヤネーメ、ヤルビ、若杉博士の名が挙げられる。また、作曲家自身による二大ピアノ版も録音されている。ありがとうございます。